Why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. では激辛ジョニーエース今日もみんなの心火をつけちゃうぞやってきました。はい、というわけで、北海道激辛遠征シリーズということで相変わらずやっているんですけど、皆さん北海道といえば何を思い出しますかということでね、海鮮やら、こんにちは海鮮やら、スープカレー、そして、ね、北海道味噌ですからね、味噌ラーメンとか、有名なんですけども、なんと今回ですね、ちょっとせっかく北海道に来たもんですから、北海道のねジンギスカン、はい、こっち今日ねちょっとジンギスカンを食べたいかなと思いまして、でなんとですね、こちらの、ジンギスカンやこの島田屋さんにですねハバネロを使ったね激辛メニューがあるということで、ハバネロジンギスカンということで、これ今日はねこの辛いジンギスカンを堪能していきたいかなと思います。はい、まあちょっとね本格的なジンギスカンはね北海道で食べるのね初めてということでね非常に楽しみでございます。ちょっと早速中に入っていきましょう。レッツゴー。来ました。こちらが灼熱のハバネロジンギスカン、そしてねなんか他にもちょっと辛そうなメニューがあったん でなんかピリ辛から辛さぶりが悶絶を選べるんですけど、もちろん悶絶でございますと。これ灼熱のハバネロジンギスカン、時刻どり、時刻ホルモン、いただきます。さあ灼熱のハバネロジンギスカン、お手並み拝見ですよということで、さあじゃあまずねお肉焼いていきましょう。いってらっしゃいと。じゃあジンギスカンからいきましょう。これジンギスカン、あいい音、全部焼いちゃおう。いってらっしゃい。ジンギスカン、こんにちは。うーん、うまっ、辛い、おいしい。ジンギスカンって臭みが強いとかいうね、肉のちょっと癖が強いとか言いますけれども、全く癖がなくてうまい。これご飯進むわ。こっちのちょっとじゃあ特製のつけだれにつけてみましょう。これはいいよ。これはうまい。全然臭みないし食べやすい。このもう普通に焼肉してる感覚ですね。これうまいわ。はい、うまい、うますぎ。なんか普通の焼肉よりうまい。地獄ロリ、地獄ロリ、いってらっしゃい。ほんまこう女友達同じような地獄鳥いきましょう。タレつけない場所、うまそうだな。ちょっとジンギスカンじゃないですけども、はい、いただきます。柔らかい身が、あ、ちょっとハバネロの刺激が、ハバネロと例の香辛料の刺激がパンときますね。いただきます。Thank you.
辛い。体の体内温度が 2,3 度ぐらいこう熱くなるやん、それぐらいの辛さですから。ホルモン、これは豚のホルモンですね。歯ごたえのある食感。このホルモンはこれ 豚のホルモンということなので、今日ね羊と鶏と豚肉をこう食べてるということで、なんとも贅沢なお肉オールスター感謝祭です。はい、ちょっと最後食べます。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。ありがとうございます、はい、2860円なり。それでは辛さレベルの発表していきましょう。島田屋さんの灼熱のハバネロジンギスカン辛さレベル、じゃらららじゃん、辛さレベル 5.5 です。おめでとうございます。いやー、初めてねちょっと北海道でこのジンギスカンというものを食べましたけれども、ね、臭みあるのかな、ちょっと臭みとか癖あるのかなと思いきやね、こう口に運んでみたら、あら不思議と本当にジューシーで、全く臭みもなくね、もうご飯のお供に最高ということでね、ご飯が進む進むということでね、あとね、もうというかね、これ匂いだけでご飯3杯ぐらいいける、そんな感覚です。今回そのハバネロジンギスカンの子羊のね、この肩の部分のお肉を使用してということで、子羊はねちょっと柔らかかったですね。それ以外のね、自国鶏と自国ホルモン、それぞれ頼みましたけども、こちらもねハバネロジンギスカン同様ね、まあ、同じ香辛料とハバネロパウダー使ってたんでね、体内温度が 2,3 度ぐらいこう熱くなるような、それぐらいの辛さです。別にねこの激辛ジンギスカン屋さんではないんですけども、一応ね一番人気はねこの島田屋ジンギスカンというものが、ね、これ一番人気なんでね、ぜひぜひ、北海道札幌に寄った時はね、こちらの島田屋に寄ってみてはいかがでしょうか。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。激辛ブログ、ツイッター登録更新しますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またね、バイバイ。